オメガスピードマスタープロフェッショナルムーンウォッチ REF3572-50。 1848年創業の老舗メーカーオメガ、ブランドウォッチの中核として君臨し、日本人の多くが憧れと親しみを感じる存在です。何かを成し遂げた記念として、卒業、就職など、人生の様々なシーンで、あなたの傍らで、静かに時を刻むアイテム、オメガは、人生を彩るにふさわしいタイムピースです。最強のクロノグラフ、スピードマスター。ご存知NASA の公式時計として、1969年にはアポロ11号の月面着陸に同行し、ムーンウォッチの称号を獲得。1989年のラインホルト・メスナーの南極徒歩横断などにも携行するなど、極限の厳しい環境下でその卓越した性能を証明してきました。このモデルは手巻きプロフェッショナルの人気モデル REF3572-50。 ダイヤルはスピードマスターの定番マットブラックをシルバーカスタムしています。よりスタイリッシュな印象です。もともとのブラック文字盤も付属します。銀ダイヤルは3時1時30分積算系、6時1時12時間積算系、9時1時永久秒針をレイアウト。動作、キレイももちろん正常です。搭載キャリバーは手巻きクロノグラフの CAL1863。 裏蓋はワックスケルトンになっていますので、コートとジネーブの美しく仕上げられたムーブメントをいつでも観察できます。風防はプラスチック製、中央にオメガマークが確認できます。スピマス用の3連ハードブレス仕様で十分な長さがあります。所有欲を満たすスピードマスターの名品です。操作、手巻き、ミューズの巻き上げ感も非常に軽快で、精度も問題ありません。外観、ダイヤルは目立つ傷などもなく良いコンディションを維持しています。ケース、ベゼルと目立つ傷のない備品です。風防は中央にオメガマークが確認できます。ブレスレット、現状 17.5cm 前後、別途余りコマが4個あります。付属品、内箱、外箱、取扱説明書類、ギャランティカード、オープン、ホワイトタグ、余りコマ4個、部品、黒文字盤です。日差、タイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。サイズ、ラグ幅 20mm、 ケース径は約 40mm、 リューズ含まず。縦、ラグ端からラグ端まで約 48mm、 厚さ約 13mm のメンズサイズです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。